それではみのるさん、はい、今回の動画では、質問や問い合わせが多かった対話場のことについて、はい、いろいろとお聞きしたいのでよろしくお願いします。はい、了解しました。まず、2ステップ TG やドロップに使われている、このパイプ、なぜこのパイプにしたんでしょうか。このパイプにした理由、これはもうまず誰でもが交換しやすい、もうそれを一番に考えてこの素材を選びました。やっぱ誰でも交換できるっていうことは、やっぱこう平らに新しいパイプを通してると絶えずいい釣りができるのと、やっぱりこう平らも長く使えるんですね。これを考えてもうこのパイプにしました。で、他の素材のもういろいろ試したんですけど、やっぱり割れたりもう傷がついた時にもう交換がものすごくしにくかったんですよ。でもできんのもあったんです。でもそういうの考えたら、やっぱり少々傷がついてもこの素材、これはやっぱ自分で変えれる、変えやすいっていうのがもう一番に考えてスタートでは採用しました。このスタートが出しているこのパイプなんですけど、まあ、今3本入り、まあ、10回以上は変えれると思います。で、このパイプで変えてもらってトラブルが減ると思うんです。まあ、最初にも言ったように、タイラバを長くぜひ使ってほしいと思います。それでは、次の質問です、はい、次はですね、質問というかですね、はい、先ほどのタイプの、交換方法を教えてください。はい、じゃあ実際にパイプ交換をやってみますので、ちょっと見てみてください。変える前に大事なことなんですけど、ライター、ハサミ、カッターナイフなどを使うので十分に気をつけて作業を行ってください。で、最初にタイラバヘッドの上の方の出っ張っているパイプをカッターナイフでカットしてください。で、カットし終わりますと押して古いパイプを取ります。で、今度新しいパイプの方の端っこをライターで炙ります。で、この時に炙りすぎには注意してください。で、先が熱を持っているのでちょっと息を吹きかけて少し冷ました状態で、まあ、これ100均の千枚通しなんですけど、それを刺して少し穴を広げます。で、今度は平ら輪の下側から入れて引っ張ってください。で、しっかり止まるところまで引っ張って上を2ミリから3ミリ残してハサミでカットしてください。で、ここでパイプをまたライターで炙るんですけど、この時も十分気をつけて、あまり焼きすぎには気をつけ、息を吹きかけ少し冷ましてください。千枚通しでもう一度穴に刺して少し広げる。これ千枚通しがなくても大丈夫です。まあ、あった方がより完成は綺麗になります。これで完成です。まあ、このように、まあ、簡単にパイプも変えれますので、ぜひ皆さんも変えてみてください。まあ、自分の釣り道具をメンテナンスすることで、まあ、魚がどこを食ってきているかとか、まあ、どういうところを今日攻めたのかということを、まあ、再確認することで、まあ、次釣りに行くときにどのように攻めたらいいか、まあ、どういうふうに、釣りを展開していこうかというのを考えるのも、まあ、釣りに行く前の、まあ、一つの楽しみですよね。次の質問なんですが、はい、ヘッドについてです、目と色は評価に差があるんでしょうか。はい、まあ、テスト結果から言いますと、あんまり言いたくないですけど、目と色関係あります。まずは、まあ、色なんですけど、まあ、テスト調光の際に無垢のもの、いろんな色を、まあ、何回も何回も、試してみます。で、まあ、無垢のものも釣れました。ただ色付きの方が結果やっぱ調光は良かったです。もちろんその日のヒットカラーなどもあると思うんですけど、色付きの方が
マダイの当たりの数や、まあ、バイトの時間いうのは多かったり長かったので、まあ、やっぱ見破られにくいんだと思います、まあ、それを踏まえてスタートでは、まあ、このカラーラインナップを出しています、まあ、これは目についても同じことが言えるんですけど、まずはまあこの写真をちょっと見てみてください。でこの写真は2ステップを開発する時の写真なんですけど、この傷皆さん何か分かります？これってあのボトムについた時の傷じゃないんですよね。タイが目をめがけてバイトしてきている傷なんです。まあこれを見て分かるように目は必要だと思います。もう一つスタートの考え方を言わせてもらうと、目の位置にもすごくこだわっていて、まあ、この目というのはバイトマーカーになっています。なぜヘッドにわざとバイトさせるかというと、バイトさせる場所を安定させることによりユニットの細かいフックバランスを調整することができました。このことによって2ステップ TG とユニットのセットで使うことでよりチョークアップになるようにしています。今後まあスタートでは、まあコスト面で言えば無垢で目玉なしの方がやっぱ安価にできるので、まあ、検討もしていますが、まあ、やっぱたくさん釣りたい人はやっぱ色付き目玉付きの方がまあいいんですよね。では次の質問なんですが、はい、ユニットについてです。は、なぜハイユニットはリングなのでしょうか。はい、まあ、結論から言うと他社のヘッドでも使用していただけるようにリングにしています。リングに直接リーダーを結ぶことによって細いパイプ太いパイプに対応できるようにしていますので、どのヘッドにつけてもスタートのトリプルフックショートカーリーの威力を発揮しますが、やっぱり2ステップとかドロップとの相性が抜群なので一度使ってほしいですね。今後もスタートは新商品新形状、まあ、既存の新色などあらゆるものに挑戦していきますので楽しみにしていてください。今日はありがとうございました。